武士道今回は「武士道」今回は武士道について学びながら日本語を勉強しましょうこの動画は前半は少しゆっくりのスピードで漢字には振り仮名があります後半は少しだけ速くなり漢字に振り仮名はありません学習にお役立てください それでは早速武士道について学びながら日本語を勉強していきましょう武士道とは武士道は日本の武士が大切にした考え方です勇気や誠実など心を大切にする教えがあります武士道の起源 武士道の始まりは平安時代まで遡りますこの時代に武士が生まれ彼らの生き方や考え方が武士道の基礎を作りましたこの時代武士は自分の主君を守るために戦いました武士道はこのような戦いの中で生まれた武士の行動規範です 武士道の主な教え武士道の教えにはいくつかの重要な点があります。義「義正しいことをすること」勇「勇気を持って行動すること」「仁」「他人に対する思いやり」など道徳的価値があります。 例えば主君に対する絶対的な忠誠や敵に対しても名誉を重んじる態度などが挙げられます武士道と日本の歴史武士道は日本の歴史に大きな影響を与えました特に戦国時代や江戸時代には 武士道道が社会の基本的なな徳規範となりました。また明治維新後も武士道の精神は日本の軍事や教育に取り入れられ国民全体に広がりました現代でも武士道の教えは日本人の行動や考え方に影響を与えています。 このように武士道は日本の文化や歴史に深く根ざしたものであり今日においてもその精神は多くの日本人に受け継がれています武士とは武士は昔の戦士でした彼らは国や主人を守るために戦いました武士の生活や役割は 日本の歴史に大きな影響を与えています武士の社会的立場武士は日本の社会で重要な役割を持っていました彼らは土地を守り政治に関わることもありました武士の日常と習慣 武士の生活は厳しい訓練と練習によって成り立っていました彼らは武道を学び精神を鍛えていました毎日剣や弓の練習をすることが武士の重要な仕事でした武士の武器 武士が使う武器には刀や弓などがありましたこれらの武器は戦いで主君や仲間を守るためとても大切なものでした武士はこれらの武器を使いこなす技術を高めるために日々訓練を積んでいました武士による武道の実践 武士は武道を通して体と心を鍛えました。武道はただの戦い方ではなく心を清め礼儀を大切にする教えも含まれています。このようにして武士は体だけでなく心も強くすることを目指しました。 武士とその生き方は今もなお日本の文化や精神に影響を与えています。彼らの教えや生活の仕方から勇気や誠実さなど大切なことを学ぶことができます。武士道の教え武士道の教えは 日本の武士が大切にした心のルールです。忠義忠義とは主人や国に対する深い忠誠心のことです。自分の利益よりも他の人のために尽くすことを大切にしました。忠義の具体例 昔の話には主人のために命を懸けた武士の話が多くあります。これらの話は忠義の精神を示しています。勇気勇気とは困難に立ち向かう心の強さです。武士は怖いことや難しいことにもひるまずに挑戦しました。 勇気の具体例戦いで多くの敵に囲まれても勇敢に戦った武士の話が勇気の良い例です「人愛」人愛とは他人に対する深い愛情や優しさのことです武士は強さだけでなく 心の優しさも大切にしました陣愛の具体例戦いが終わった後に敵の兵士を手当てした話は陣愛の精神を表しています礼儀礼儀とは他人に対する敬いや正しい行動のことです 日本では礼儀をとても大切にします。礼儀の具体例武士は日常生活で挨拶やお礼をきちんとすることを心がけました。これも礼儀の一つです。誠実誠実とは嘘をつかずに 正直に生きることです武士はいつも真実を話すことを大切にしました「誠実の具体例」「約束を必ず守ることは武士の誠実さを示す良い例です」「武士は信頼をとても大切にしました」「武士道のこれらの教えは」 今もなお日本人の生活や考え方に影響を与えています。この教えを知ることで日本の文化や武士の精神を深く理解することができます。武士道書籍について武士道は水戸稲造によって書かれた書籍で 日本の武士道の精神を世界に紹介しました。二戸稲造二戸稲造は、日本の思想家で、多くの著作を残しました。二戸稲造の生涯二戸稲造は、1862年に生まれ、 1933年に亡くなりました。彼は日本の文化や思想を世界に広めるために努力しました。ニトベ・イナゾウは武士道の他にも日本の精神など日本の文化や教育に関する本を多く書きました。武士道、書籍の内容。 武士道では武士の精神と生き様が紹介されています。主なテーマは武士道における精神的な強さと倫理的な生き方です。これらの教えは現代の日本人の生活にも影響を与えています。武士道、書籍の影響 武士道は日本だけでなく世界中で読まれ影響を与えています。日本国内での評価。日本では武士道は日本人自身が自国の文化を再認識するきっかけとなりました。世界における需要と影響。 世界中の人々が武士道を通して日本の武士の精神や文化を理解することができましたこの書籍は多くの言語に翻訳され世界各地で読まれています「ニトベ稲造の武士道は」は日本の伝統的な価値観を世界に伝える重要な作品です。 武士道の影響武士道は日本の伝統と文化に大きな影響を与えてきました。また世界中の人々にも日本の精神を知ってもらうことに貢献しています。日本の文化への影響武士道の教えは 日本の伝統的な芸術や弓道,道などにも「見られます。これらの文化活動」では武士道の精神である礼儀誠実忍耐などが重んじられています現代社会への影響現代の日本社会でも 武士道の影響は見られます。例えばビジネスの世界ではお客様第一という考え方やチームワークを大切にする精神などが武士道の教えと通じるものがあります。武士道に対する外国からの認識武士道は 海外でも日本の象徴として認識されています。多くの外国人が武士道を通じて日本の武士の精神や生き方に興味を持ち日本文化を学ぶきっかけにしています。また映画や文学作品などで描かれることも多く日本への理解を深める一助となっています。 武士道の教えは時代を超えて多くの人々に影響を与え続けていますこれらの教えから勇気や忠義など今日でも大切にすべき価値観を見いだすことができるでしょう武士道を知ることで日本の伝統的な美徳を学び現代に生かすことができます 現代における武士道武士道の教えは昔から日本の文化に根ざしていますが現代社会でもその価値は失われていません現代社会では速さや効率が求められることが多いですしかし武士道の教えは 忍耐や持続する力、そして人との関係を大切にする心を教えてくれます。例えば、仕事で困難に直面した時、武士道の忍耐の精神は諦めずに最後までやり遂げる力を与えてくれます。武士道の精神を学ぶ意義。 武士道の精神を学ぶことは自分自身を成長させるために非常に重要です。武士道では他人を尊重し正直であること勇気を持って困難に立ち向かうことが教えられています。これらの教えは友情、家族関係、職場での関係など 日常生活のあらゆる場面で役立ちますまた武士道を学ぶことでストレスが多い現代社会でバランスを取り精神的な平穏を保つことができるようになります武士道の教えは単に昔の武士の生き方を知るだけではなく 現代人がより良い生活を送るためのヒントを提供してくれます。この教えを学び、日々の生活に取り入れることで、自分自身も周りも豊かにすることができるでしょう。騎士道と武士道の違い。騎士道と武士道はそれぞれヨーロッパと。 日本の武士階級に関連する倫理規範です異なる文化から生まれたもので歴史的背景と倫理的価値観において異なる特徴を持っています歴史的背景の違い騎士道は中世ヨーロッパの封建社会に根ざしていますこれに対して 武士道は日本の封建時代に形成されました。騎士道はキリスト教の影響を受けており、武士道は仏教や神道などの日本固有の宗教的影響を受けています。倫理と価値観の違い。騎士道は名誉忠誠心勇敢さ。 礼儀を重んじ弱者を守ることに焦点を当てています。武士道も忠誠心や勇気、名誉を重要視しますが、自己犠牲、内面的な強さ、そして礼儀正しさに重きを置いています。両者は戦士としての生き方だけでなく、 個人としての道徳と倫理を追求する点で共通していますがその表現や重視する価値観には文化的な違いがあります騎士道と武士道の違いを理解することは西洋と東洋の文化的背景と価値観の深い理解につながりますそれぞれの道徳規範が 異なる文化圏における人々の行動、思考、感情にどのように影響を与えてきたかを学ぶことは、国際的な理解と相互尊重を深める上で非常に価値があります。武士道の国際的魅力武士道は世界中の多くの人々を魅了しています。 その理由と武士道が持つ普遍的な価値について考えてみましょう外国人を引きつける理由武士道が外国人を引きつける一つの理由はその独特の精神と生き方にあります武士道の教えには忠誠心勇気誠実さなど 多くの人がが尊敬する価値観が含まれています。また武士が持っていた美しい刀や鎧などの装備そして武士が登場する映画やアニメも人々の興味を引く要因となっています武士道が持つ普遍的価値 武士道が世界中で共感を呼ぶ理由は、その教えが持つ普遍的な価値にあります。例えば、自分よりも他人を思いやる心や困難に立ち向かう勇気は、どの国の人々にとっても大切なことです。これらの価値観は、時間や場所を超えて、 多くの人々にとって響くメッセージを持っています。武士道の教えは日本特有の文化から生まれましたが、その根底にある精神は世界中の人々にとっても理解しやすく学ぶべき点が多くあります。武士道を通じて、 異なる文化や価値観を尊重し合うことの大切さを学びより良い世界の実現に貢献できるかもしれません武士道はいかがでしたか今後の動画制作に生かしますのでコメント欄から感想いただけると大変嬉しいです 前半お疲れ様でした。ここから先は読み上げ速度が20%速くなります。それでは後半スタートです。武士道今回は武士道について学びながら日本語を勉強しましょう。この動画は前半は少しゆっくりのスピードで、 漢字には振り仮名があります。後半は少しだけ早くなり、漢字に振り仮名はありません。学習にお役立てください。それでは早速、武士道について学びながら、日本語を勉強していきましょう。武士道とは、武士道は日本の武士が大切にした考え方です。勇気や誠実など、 心を大切にすする教えがあります武士道の起源武士道の始まりは平安時代まで遡りますこの時代に武士が生まれ彼らの生き方や考え方が武士道の基礎を作りましたこの時代武士は自分の主君を守るために戦いました武士道は このような戦いの中で生まれた武士の行動規範です。武士道の主な教え。武士道の教えには、いくつかの重要な点があります。義、正しいことをすること。勇、勇気を持って行動すること。仁、他人に対する思いやり。 など道徳的価値があります例えば主君に対する絶対的な忠誠や敵に対しても名誉を重んじる態度などが挙げられます武士道と日本の歴史武士道は日本の歴史に大きな影響を与えました特に戦国時代や江戸時代には 武士道道が社会の基本的なな徳規範となりました。また明治維新後も武士道の精神は日本の軍事や教育に取り入れられ国民全体に広がりました現代でも武士道の教えは日本人の行動や考え方に影響を与えていますこのように、 武士道は日本の文化や歴史に深く根ざしたものであり今日においてもその精神は多くの日本人に受け継がれています武士とは武士は昔の戦士でした彼らは国や主人を守るために戦いました武士の生活や役割は日本の歴史に大きな影響を与えています 武士の社会的立場武士は日本の社会で重要な役割を持っていました彼らは土地を守り政治に関わることもありました武士の日常と習慣武士の生活は厳しい訓練と練習によって成り立っていました彼らは武道を学び 精神を鍛えていました毎日剣や弓の練習をすることが武士の重要な仕事でした武士の武器武士が使う武器には刀や弓などがありましたこれらの武器は戦いで主君や仲間を守るためとても大切なものでした武士は これらの武器を使いこなす技術を高めるために日々訓練を積んでいました武士による武道の実践武士は武道を通して体と心を鍛えました武道はただの戦い方ではなく心を清め礼儀を大切にする教えも含まれていますこのようにして 武士は体だけでなく心も強くすることを目指しました武士とその生き方は今もなお日本の文化や精神に影響を与えています彼らの教えや生活の仕方から勇気や誠実さなど大切なことを学ぶことができます武士道の教え武士道の教えは 日本のの武士が大切にした心ルルールです忠義忠義とは主人や国に対する深い忠誠心のことです自分の利益よりも他の人のために尽くすことを大切にしました忠義の具体例昔の話には 主人のために命を懸けた武士の話が多くあります。これらの話は忠義の精神を示しています。勇気勇気とは困難に立ち向かう心の強さです。武士は怖いことや難しいことにもひるまずに挑戦しました。勇気の具体例戦いで 多くの敵に囲まれても勇敢に戦った武士の話が勇気のよい例です「人愛」「人愛」とは他人に対する深い愛情や優しさのことです武士は強さだけでなく心の優しさも大切にしました「人愛」の具体例戦いが終わった後に 敵の兵士を手当てした話は陣愛の精神を表しています礼儀礼儀とは他人に対する敬いや正しい行動のことです日本では礼儀をとても大切にします礼儀の具体例武士は日常生活で 挨拶やお礼をきちんとすることを心がけましたこれも礼儀の一つです誠実誠実とは嘘をつかずに正直に生きることです武士はいつも真実を話すことを大切にしました誠実の具体例約束を必ず守ることは 武士の誠実さを示すす良い例です武士は信頼をとても大切にしました武士道のこれらの教えは今もなお日本人の生活や考え方に影響を与えていますこの教えを知ることで日本の文化や武士の精神を深く理解することができます武士道書籍について 武士道はニトベイナゾによって書かれた書籍で日本の武士道の精神を世界に紹介しました。ニトベイナゾウニトベイナゾは日本の思想家で多くの著作を残しました。ニトベイナゾの生涯ニトベイナゾは1862年に生まれ 1933年に亡くなりました。彼は日本の文化や思想を世界に広めるために努力しました。ニトベ・イナゾウは武士道の他にも日本の精神など日本の文化や教育に関する本を多く書きました。武士道書籍の内容武士道では 武士の精神と生き様が紹介されています主なテーマは武士道における精神的な強さと倫理的な生き方ですこれらの教えは現代の日本人の生活にも影響を与えています武士道書籍の影響武士道は日本だけでなく 世界中で読まれ影響を与えています。日本国内での評価。日本では武士道は日本人自身が自国の文化を再認識するきっかけとなりました。世界における需要と影響。世界中の人々が武士道を通して 日本の武士の精神や文化を理解することができました。この書籍は、多くの言語に翻訳され、世界各地で読まれています。二戸稲造の武士道は、日本の伝統的な価値観を世界に伝える重要な作品です。武士道の影響武士道は、 日本の伝統と文化に大きな影響を与えてきましたまた世界中の人々にも日本の精神を知ってもらうことに貢献しています日本の文化への影響武士道の教えは日本の伝統的な芸術や茶道弓道などにも見られますこれらの文化活動では武士道の精神である 礼儀、誠実、忍耐などが重んじられています。現代社会への影響現代の日本社会でも、武士道の影響は見られます。例えば、ビジネスの世界では、お客様第一という考え方や、チームワークを大切にする精神などが、 武士道のの教えと通じるものがあります武士道に対する外国からの認識武士道は海外でも日本の象徴として認識されています多くの外国人が武士道を通じて日本の武士の精神や生き方に興味を持ち日本文化を学ぶきっかけにしていますまた 映画や文学作品などで描かれることも多く日本への理解を深める一助となっています武士道の教えは時代を超えて多くの人々に影響を与え続けていますこれらの教えから勇気や忠義など今日でも大切にすべき価値観を見いだすことができるでしょう武士道を知ることで 日本の伝統的な美徳を学び、現代に生かすことができます。現代における武士道武士道の教えは、昔から日本の文化に根ざしていますが、現代社会でもその価値は失われていません。現代社会では、速さや効率が求められることが多いです。しかし、 武士道の教えは忍耐や持続する力そして人との関係を大切にする心を教えてくれます例えば仕事で困難に直面した時武士道の忍耐の精神は諦めずに最後までやり遂げる力を与えてくれます武士道の精神を学ぶ意義武士道の精神を学ぶことは 自分自身を成長させるために非常に重要です。武士道では他人を尊重し正直であること勇気を持って困難に立ち向かうことが教えられています。これらの教えは友情家族関係職場での関係など日常生活のあらゆる場面で役立ちます。また 武士道を学ぶことでストレスが多い現代社会でバランスをとり精神的な平穏を保つことができるようになります武士道の教えは単に昔の武士の生き方を知るだけではなく現代人がより良い生活を送るためのヒントを提供してくれますこの教えを学び日々の生活に取り入れることで 自分自身も周りも豊かにすることができるでしょう騎士道と武士道の違い騎士道と武士道はそれぞれヨーロッパと日本の武士階級に関連する倫理規範です異なる文化から生まれたもので歴史的背景と倫理的価値観において異なる特徴を持っています歴史的背景の違い 騎士道は中世ヨーロッパの封建社会に根ざしています。これに対して武士道は日本の封建時代に形成されました。騎士道はキリスト教の影響を受けており武士道は仏教や神道などの日本固有の宗教的影響を受けています。倫理と価値観の違い騎士道は名誉、 忠誠心勇敢さ礼儀を重んじ弱者を守ることに焦点を当てています武士道も忠誠心や勇気名誉を重要視しますが自己犠牲内面的な強さそして礼儀正しさに重きを置いています両者は戦士としての生き方だけでなく 個人としての道徳と倫理を追求する点で共通していますがその表現や重視する価値観には文化的な違いがあります騎士道と武士道の違いを理解することは西洋と東洋の文化的背景と価値観の深い理解につながりますそれぞれの道徳規範が異なる文化圏における人々の行動 思考感情にどのように影響を与えてきたかを学ぶことは国際的な理解と相互尊重を深める上で非常に価値があります武士道の国際的魅力武士道は世界中の多くの人々を魅了していますその理由と武士道が持つ普遍的な価値について考えてみましょう 外国人を引きつける理由武士道が外国人を引きつける一つの理由はその独特の精神と生き方にあります武士道の教えには忠誠心勇気誠実さなど多くの人が尊敬する価値観が含まれていますまた武士が持っていた美しい刀や鎧などの装備 そして武士が登場する映画やアニメも人々の興味を引く要因となっています武士道が持つ普遍的価値武士道が世界中で共感を呼ぶ理由はその教えが持つ普遍的な価値にあります例えば自分よりも他人を思いやる心や困難に立ち向かう勇気は どの国の人々にとっても大切なことですこれらの価値観は時間や場所を超えて多くの人々にとって響くメッセージを持っています武士道の教えは日本特有の文化から生まれましたがその根底にある精神は世界中の人々にとっても理解しやすく学ぶべき点が多くあります 武士道を通じて異なる文化や価値観を尊重し合うことの大切さを学びより良い世界の実現に貢献できるかもしれません武士道はいかかがでしたか今後の動画制作に生かしますのでコメント欄から感想いただけると大変嬉しいですそれでは また別の動画でお会いしましょう。